どうもみなさんこんにちは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。今回やっと俺はこの領域に足を踏み入れるぜ。デッキ名はこちらだ。テッパーミッション、はい、新罰こちらです。今回ね、隠れ巨乳石津さん、まあ、隠さないでお前さらけ出すやって思ってるんですけども、僕、さらけ出したら1位なのになって、おしめ1位なのになって思ってるんですけども、この石津さんの、天使の微笑み、このスキルをね使ってやってます。ドローフェーズの自分が通常のドローで、天使族モンスターをドローしたら1000ライフ回復と。でね、パーミッションって何かっていうと、カウンター罠で相手のやりたいことを邪魔していくっていう、そういうデッキなんですけども、一回ね、これ出たての時に組んでクソ弱えってなって、なんかボツにしたんですけども、今やっと組んでみて、まあ、ある程度、まあ、もちろんその1枚1枚で強いカードがないので、ちょっとなんかその2枚以上ないと効力発揮しないカードが多いんで、ちょっとあれ難しいとこあるんですけども、やっとある程度形になったかなと思って、動画にしてる感じですね。強いカードはね、カウンタートラップなんですけど、これなんですよね。神罰、めっちゃめちゃ強い神罰。このフィールドに天空の聖域が存在して、モンスターの効果魔法トラップカードが発動した時に、その発動を無効にして破壊できますということで、制圧力が何でも止めるから、何でも止めるで、カウンタートラップ先に説明しようか。これとあとね、これ盗賊の7つ道具、トラップカードが発動したときに1000ライフポイントを払って、その発動無効にして破壊できますと。でさらにこれ、神の忠告、神忠、自分の魔法トラップゾーンにセットされてるカードがこれだけだった場合、セットね、されてるカードがこいつだけだったら3000ライフ払ってモンスターの効果魔法トラップカードを無効にするか、もしくは、自分か相手がモンスターを召喚判定召喚したときに、それを無効にするか、まあこんな感じだから、もうすごい無敵の魔法トラップカードですよね。3000ライフが必要と。だからライフコストがちょっと重いので、この辺とかね。なので、天使の方を見て回復していくっていう感じですね。で、天使族って火力めっちゃ低いんですよ。こいつとか、まずこのフラフープマンは1600でしょ。で、こいつはまあ攻撃力まあまあ高いけど、こいつ天空の聖域内と破壊されちゃうし、で、北条さんも1600だから火力低いから、まあ分断でね守ったけど、か、まあ、もしかこれ、魔導士の力、まあ、銀幕でもまあもしかしたらいいかもしれないけど、やっぱりライフコストも重いし、銀幕とかだと分断でやっぱ決まった時めっちゃ強いから、なので分断にします。で、魔導士の力でこれセットめっちゃするんですよ、こっちの敵だから。魔導士の力で圧倒的な攻撃力叩き出せるんで、なので魔導士の力1枚入れてるのと、天罰とか摂理とか最初入れてたんですよ。やっぱね、手札コストはちょっと重いんですよね。その結構コンボパーツも結構いっぱい必要だし、北条さんいれば一応ワンドローできるんだけど、そうは言ってもカウンタートラップ、発動できないとダメだし、なんだかんだ天罰とかちょっとやっててもなんかいまいちだなと思って、天罰とか、まあ、本当はバンダレシーバーとも相性いいんで入れたいんですよね。入れたいんだけど抜きました、思い切って。今回はそれはもう猛者効果もこれに任せる、新罰に。で、天空の聖域でピン刺しです。ピン刺し2枚以上入れるとね、事故るんですよね。だからもう天空の聖域、これ破壊されたらほんと知らん、もうこれが破壊されたらほんと知らんわ、それは。で無責任だけど、これぐらいじゃないとね回んないんだよね。で、この6脳筋、腹筋6パックマンで、乗ってるだから捨てるとこれサーチできるし、まあとりあえずまあいいかなと、これで一旦ね。で、こいつはカウンタートラップが発動した時にワンドローできますよという効果と、あとこれがね、そのフラフープマンめっちゃ強いんですよ。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分または相手がカウンタートラップカードを発動するたびに、自分は1000ライフポイント回復しつつ、フィールドに天空の聖域が存在していれば相手のカードを一枚何でも破壊できると。モンスターでも魔法トラップでも何でも、めっちゃ強いですよね。で、最後これなんですよね。バンダレウシーバーさん、エースです。このデッキのエース、まあ、1枚しか実装されてないんで、ちょっと1枚しか入れられないんですけども、相手のモンスターの効果と魔法トラップカードの発動をカウンタートラップカードで無効にした場合に特殊召喚できます。
で、この方法で特殊召喚に成功した時に、その無効にしたカードの種類によって効果が3つあります。魔法を無効にしたら相手ライフに1500ポイントダメージ、罠だったら相手フィールド上のカードを、破壊、モンスターだったら自分の墓地からモンスターを選択して特殊召喚っていう感じなんですけども、もう特にね、これとこれが一緒に決まった時なんかやばいですよ、制圧力。もうカウンタートラップ1枚で3枚くらい全部破壊していきますからね、めちゃめちゃ強いです。ということで早速ね、ご覧いただきたいと思います。ちょっと説明が長くなってしまって申し訳ございませんでした。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、社長ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。よし、やったぜ。イベントのカード全部コンプしちゃった、全部コンプしたから、ランク戦に戻ります。やっぱライフ5000がいいね。ライフなんかライフ6000とかなんねえかな。でもさすがにそしたらマスタールール実装みたいなとこありますもんね。ライフ、まあでもライフ、多くしすぎるとデビルフランケンがまた悪さするから、ソラカスか、ソラカスか、ソラカスはだからもうポイントもほぼ侵発していくしかないですよね、多分基本的に。しかもそれも出てきちゃいます。ウィズられちゃう。アルテミス1000回復。これでもさ、意外と、いや俺思うんだけど、ちょっと待って、天空の聖域発動でしょ、でこれだからさ2枚でしょ、3枚か、3515 1500 3100、これ突破できるんじゃない、これ俺思うんだけど、俺突破できると思うんだけど俺。でアルテミス攻撃強でしょ、でだからここでこれを無効にされると厳しい。まあ多分ここの段階では止めてこないと思うんですよね、おそらく。止められたらやばいけど、止め、よしよしよし、 OK。 でこれでさ、これで突破できるんじゃない、バトルいけ、トゥくらい。なんかあるけど、あ、暴風入ってんの、暴風って、なぜ暴風、謎の暴風、なんかもうちょっと優先すべきカードあるんじゃないか、それで。リコン、まあ裏カードは破壊されちゃうのは仕方ない。あぶねえ、ダイナじゃなくて、あぶねえ、これかダイナだったら終わったな。あ、オッケー。いや結構脆いんだよ、だからこのデッキ結構脆いんですよ、意外と。しかもこっちのカードに触ってくるデッキすごい多いでしょ、もう特にソラカスなんて。そうだよね、ソラカス本当多いから、その強いからね、もちろんね、めちゃめちゃ強いから多いんだけど、やっぱ10期テーマこんだけブイブイ言わせたら、ほんとキャラデッキもそうないけどね。デュエルリンクスの意味、忠告、強い、セットで、ちょっとターンエンドしましょうか。一回ドンパいるんで、ちょっと次のドローでモンスター引かれてると、ちょっとアルテミスさん、北条さんやられちゃうんで、ま、この盤面でもそんなに簡単に覆せないでしょ、そんなに簡単には。言うてだってこれ破壊するとしたら、だってもうドンパの効果使うか、だって3200でしょ、収録3200だから、ドンパの効果使いたいけど、ドンパの効果は今使えない。まあモンスターゲートとかね入ってれば別ですよ、まあエネコンとか、ドロー、神罰、強いぞ、強い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 、いいぞ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 、いいんじゃないか。一発いっとくか、ちょっと一発いっとくか、一発いっとこう。で、これでぶん殴っていこう。よし、オッケー、これで止められない。これでもう魔法トラップ止められない。モンスター効果使ってきた神罰ある。神罰使ってからの神の地獄ある。これはいける。で、モンスター効果止めたら、バンダレシューバさんが出てくる。ただ、バンダレシューバさんで特殊召喚するモンスターいねえな、今。墓地に。ちょっとそれがあれだけども。ドンパの効果使って、たところで、はい、神罰許さん、それは許さん、ブレ、よし。で、改めてここでワンドロー、よし、いいぞ。で、バンダレウシーバーを攻撃表示で召喚、いくぞ。バンダレウシーバーさんの特殊召喚後が、ここでモンスターが無効にしたによって、バンダレウシーバーさんがビッグシー出てきて、で、バンダレウシーバーさん、これモンスターがいるレップの空間だ、止めるしかないね。神の地獄効果、そう、これは止めるしかない。よし、
で、ワンドロー。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。いいぞ、強いぞ。今んところすごい強い動きできてる。今んところすごい強い動きできてる。さあ、ここで、何が来るか。ここで。からの、オッケーオッケー。でも、リコンだから大丈夫。あれがリコンだから、あれがリコンだから大丈夫。まだセットカードないし。ここでダイナだけやめて。よし、な、でも2000、あ、でもいけるか。突破できるわ。いける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 。で、シールで回収される。そんなの関係ないけどね、こっち。もうこっちやな、究極の装備魔法カード。魔導士の力をすでに、発動してるからな。今から俺は、この2枚、北条さんで引いたカードを、セット強っ。セットしていくだけだぜ。いくぞ。これ全部突破できるでしょって。カード1枚セット、2枚セット、はい、高い、はい、攻撃力強い。はい、強い。で、攻撃教授。で、バトル。まずはくたばれ。そして、チビどももくたばれ。よれ。よし、制圧した。これは結構制圧したろ。これはかなり制圧したぞ。まあ、ただちょっと心罰ねえかな。モンスターこそ止められないの言っていいけどな。実際。まあでも分断もあるし、まあちょっと鎖がちょっと、鎖しそうな気配が、分布しますけども。いや、ほんとだったら選抜、選抜で。新抜10枚積みてえわ。新抜10枚積みてえ。うわ新抜来ちゃった。あ、でもなんか違うな。なんだろうな、これ。狡猾とかそっち来たら嬉しい。いけ !6 パック版で攻撃 !6 パック、ライズアップアタックエネコン。まあまあまあ、エネコンはまあ仕方ないか。エネコンはやらせてるしかないですね。はい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 、オッケー。え、でもこれでもう、これでもう、あれですね、相手手札1枚ですから、相手手札1枚でこの盤面、どうですか。これが、ぶん回った時のパーミッションの力。リセットしていく。さあ、なんだ、チェーンは、ない。チェーンがない。あ、ある。ある。チェーンはある。あっても何でもとりあえずなんとなりそう。いけダイレクトアタック銀幕どうぞの7つ道具交換とビリ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 パリーンワンドローゲイバンダレシーバーさんでダイレクトアタック、そして北条さんで魔導士パンチ。ぶん回った時のパーミッション天使、クソ面白いわ。対戦ありがとうございました。さあ、お会いのだ、名前なんだっけな、あの人名前、ちょっと名前忘れましたね。対戦よろしくお願いします。確かなんか3っていう名前がついてるな。ちょっと違うかな、名前わかんねえ。名前マジ影が映ついて忘れた。名前はいやつの名前はっていうのは、まあ、あとはシックスパックマンか天空の聖域を引ければ強いかなと。これがね、その先行取ったら結構強いんだけど、後攻だとコズミックサイクルとかされるんだよね。ザラフェイザー。あ、プロだったわ。運命力持ったわね。運命力持ってましたわ。そしたらですね、まずは、手札のシックスパックマン効果。シックスパックマンで、天空の聖域を持ってくる。んで、メルティウスさん、フラフープマン召喚。ここでね、効果とかさ、ちょっときついんだよね。これがね、先行取れるとめっちゃ強いんだけど、高校なところで普通にコズミックとか打たれてマジ終わること結構あるんで。あ、そう、これこのパターン、このパターン辛いんだよね。このパターンがめっちゃ辛い。なんだった、アマゾンですか。なるほど。まあ、ただ一応吸収はまあ無効にできる盤面は整っているので。あー、それ出ちゃいます。それは仕方ないな。それやるしかない。それはもうやるしかない。で、無効にして、無効にしたからバンダルギオンが出てきて、で、バンダルギオンの効果で、メルティウスかなぁ、これ。でも、吸収だったらちょっとめんどくさいんだよな。とりあえず、ちょっとここで、吸収だったらめんどくさいけども仕方ねえわ。新罰ちょっと使っちゃったから、ドロー。あ、それは強いぞ。それは強いぞ。これは強い。いや、吸収かな。でも吸収だったらめんどくさいけどな。もうでもどっちにしてもこれ行くしかないよね。もうほっ、せいや、あっぶね。
制覇やった。あっぶねー。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。で、おら、おい、よしよしよし、いいぞ、いいぞ。ちょっと、一旦待ってもらって、別に、だってあれだもんね。結局、発動されてあるみたいなとこある。今のターンででも発動されなかったらあれか。一旦待っとかとか。吸収だったら。ちょっと、セットカードがね、何かっていうのを、ほんと、的確に把握しないと。お前ちょっといい、お前ちょっと本当に消える、捨てろ。はい、よし。で、メロティッシュの方が、はい、強い。はい、強い。はい、強い。はい、制圧。ドロー。よーし。ケンシロの方向いて、さらに回復。はい。で、シックスパフックマンは攻撃表で召喚。で、いけ。バンダレシューバさん。腕不思議、逆十字アタック。しゃい。もう、制圧できればね、こんな感じですね。対戦、ありがとうございました。さあ、お相手のターン。プロデュエルトじゃないですか。よろしくお願いします。デュエル3倍。なるほど。モンスター足りねえな。モンスター足りないっていうパターンもね、たまにあるんですよね。だから、これがちょっと、まあ、シックスパックマンは実質、天空の聖域のコストでしかないですから、彼は。なので、天空の聖域マンはいた方がいいんだけども、まあ、そいつだけだとちょっと厳しいんですよ。ただ、そいつだけしかいないと手札が足りないっていう。で、先行だと4枚しかないっていうね。手札が。辛いんだよ。なるほど、これは分断が仕事そうだ。だら。ああ、まあまあ、それはオッケー。それは強いぞ。チェーンねえな、なんも。ゼラディアスさんで、シックスパックで天空の聖域持ってきて、天空の聖域発動。で、ゼラディを保有しようか。チェーンあるな、これエネコンだな。さては。ただ、エネコンだな、これ。エネミーコンと、カナディアか。なるほど。カナディアか。めんどくせえな。セット、セット、セット、で、ターンエンド。さあ、お前のターンだ。フェニックス。プロデュエルスのタクティクスを見せてくれよ。プロデュエルスのタクティクスを見せてくれ。攻撃。分断の画面、効果発動。さあ、貴様のモンスターの攻撃力を、すべてゼロにしてやるぜ。あ、これ攻撃表示出したら、あれですよ。全員ゼロになりますよ。大丈夫ですか？守備表示ですよ。さあ、お相手のプレイングスキルも測っていく。おー、分かってんじゃん。やるね。マスクチェンジ。そこは神罰としかないんで、さすがに。さすがにそこは神罰。マスクはチェンジさせない。絶対に変身はさせない。よし。オッケー。え、さらに流れてくるの？あー、そっか、ディバイン外の効果が。くわー、忘れてた。そうだ、あいつ魔法カード破壊できんだ。聖域がやられてしまった。聖域がやられてしまった。ちょっと聖域がやられるとやばいですね。神罰が大幅に伏されます。まあ、なんとかなったけども、一応今のところは聖域がやられてしまった。私の聖域が、私の聖域がやばい。アドバンスしようか。ディアボリックガイ、ディアボリックガイ、運命のステージ突破されていく。厳しい。やっぱディバインガイ強すぎひん？あいつダメだわマジで。いやー、ほらこうなっちゃうから。でもね、天空の聖域を何度もやったんだけど、天空の聖域はね、やっぱね、2枚以上積むと事故るんだよね、すぐ。結局カウンタートラップ引いてなんぼゲーですから、これ。うわ、そしてコズミックサイクロンめっちゃ強いんや。で、神罰除外されていく。厳しい、これは厳しい。で、これでなんかセットかなんかされて2ドローでしょ、これ。マスクチェンジで、ヤンキーで、2ドロー、2ドローガイ、2ドローガイ。もうさ、あ、お前仕事しすぎなんだよな。魔法壊してさ、マスクチェンジさせてさ、ま、2ドローって、お、仕事しすぎじゃない？超有能社員だからね、これ、こいつ。超的に有能社員すぎる。クソゲー
かよマジで。なんか謎に生きる、これもしかして。うわー、微妙に生き、もう微妙に生かされたこのパターン。あ、あるんじゃない、意外と。なんか割といいぞ、割と粘れそう。さあ来い。どうする、フェリックス。こっちは分断の壁、ガンズミデスティニードロー。それも強えな。もうデッキ回転さすぎ。来た、いけ、分断の壁効果発動。最初粘っていく、粘っていく、粘りの男。さあタイントレですよね。いや、デバインガイ、デバインガイ超有能社員すぎるだろあいつ。うちの会社に欲しいわ。対戦ありがとうございました。